食料危機とといいいいうう問題に関ししててはどうしてもやらないといけなけテーマだと思うんですよこのコロナ禍で何が問題になったかというと要するに、ね、経済がね崩壊したんですね特にあの中小企業をターゲットにして崩壊させたなと思うわけですだからこのコロナ禍で儲かった会社はどこかと考えればそいつらが悪いんだよって <laughs> まあでも悪とか善とかもう言ってるような段階じゃないから投稿していかなきゃいけませんからね。うん でさらに農業はもうさらにさらにこうね低迷してしまったなこのコロナ禍でと思ってるわけですね。で食というのは実は経済の中に入れちゃいけないんですね。なぜかというとみんなのこう命のね大元じゃないですか。ですからこれ経済の中に入れてねこの大豆のね、えー、この株相価が上がっちゃって食えないなんてことは本当はできないでしょ。 だってこれ,これ食べないと私たち命がないわけですからですからこう食の安全保障の中でいけば国がこれを守っていって国がみんな買い上げて実は国がこうみんなにこう配っていくような感じでやるのが一番いいんですよ食,食は経済の中に入ってはいけないんです本来なら。 でまたあの今だけ金だけ自分だけというこの流行語を作った永東大の,この鈴木先生のね本を読みましてもこれやばいぞと思ったんですね、えー、それだからこうやらなきゃと思いまして、まあ、こ,のここの日本は必ずね飢饉が起こるよということをねもうすでにこう計算上でも先生が出されてるわけですね。だから食料のの確保というのは国を守る軍事とか またエネルギー源というのと並んでですね、えー、とても大事なものでありましても、これもう正念場だと思いますね。で、食糧危機器をテーマにこのシンポジウムをやろうと思いました。まず食糧危機器のこのね、あの飢餓に関しては二つあると思うんですよ。で、一つというのは量的な危機器、要するに量が足りないということですよね。ええー、米麦大豆芋、まあこういうあの主要穀類さえあれば、えー、野菜が まあ、なかったとしてもまあ、やっていけるわけですよね、えー。ここにカロリーも取れるし、えー、そしてこうビタミンやミネラルもあるわけですけどもね。まあ、主食となるものが安定供給されないと、えー、危機になっていくわけですよ。で餓死する人が増えるってことですね。で最悪の事態になりますね。ですから米麦大豆エックスコクルコクルイモ類って豆類っていうのはこれは国が守って備蓄しなきゃいけないものだと思うんですよね。 でもう一つがその質的なな問題なんですよで。いっぱい食べ物あるんですよ山ほど。でも見た目ばかりでこう栄養がない要するに質がない、えー、こう栄養素がない。でこういうその放射能をこうバンバンこう放射してかけた、えー、こういうものもですね不自然な食べ物が世の中にどんどん出てるしゲノム編集も出,る出てるし、えー、それから遺伝子組みえも出てるという状況でですね こういう食べ物が果たして栄養素は提供できるかっていうのは、これはもう怪しいものでありますね。自然にかなうものはないわけですよ。で、自然といえば自然な種なんですね。こっから始まらなきゃいけないわけですよ。うん。だからそこまでねえー。遡って今の農家の方がやってくださるかっていうと、なかなかここはあの難しい問題なのに手間暇かかるからですね。 え豊家はですね今総出で40名以上の社員を使ってやってるんですよ皆さんこれをやるのに40名以上40名の以上の給料を私は払わなきゃいけないんですね国から1円ももらってないからですねおかげさまで皆さんが買っていただいてることもありますからやってはいけてますしかし もっともっと多くの提供をしないと。これからこういうゲノム編集だとか、遺伝子組み替えののが、バンバン、そういうように出てくるわけですね。危険なものはバンバン出るわけですよ。ですから、東洋系のものを分配する。皆さんに渡っていくために、どうしたらいいかをものすごく考えているんですね。では、大型農業にするしかないんで、少なくとも百人社員がな、農業農民が百人いないとできないです。で、大型に、まあ、単数も一センタ単ぐらいをやらないと、とてもその。 200単とか300貫というわけにはいかない3,000貫とかねもうできれば1万単ぐらいやらなければ皆さんにもっともっと供給することはできないかなと私は思っているんですね。ですのでねこの辺をこう飢餓にならないためにこうね質的に良いもの量的にもみんなに配れるようにしなきゃいけないということが2つを持って飢餓に対応しなきゃいけないと私は思うわけですね。